はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。シティーズスカイライン、ライブ配信始めていこうと思います。ツイッチで配信しております。ツイッチアカウントフォロー、お願いいたします。アーカイブは YouTube で、行っておりますので、ぜひ YouTube のチャンネル登録もしていただければお願いいたします。ツイッター、旧ツイッター X のアカウントフォローもお願いします。さて、ということで、13万を、前回超えまして、今13万2000人余りですね。で、気になるのが支出、これなんですよね。お予算、これが結構とんでもない。ゴミはどうなってる？ギリギリだな。 1% 下げたらやばいかもね。あとは平均健康度だよな。病人の方が多いからな。これって病人の方が多い状態は避けたいよね。あとやっぱ小児の健康度も上げたいからな。で、よく見てみると低密度も高密度も比較的レベルが高いんですよね、収入が。なので、そんなに上げられないんですよ。で、この状態の中でやっぱり住宅開発とかしていかなきゃいけません。ですよね。でもあんまり増やせられないしな。立っても廃墟になるばっかりだしな。とにかく廃墟が多いです。そういえば、その廃墟じゃない、チュートリアルログってなんだ。これ何？廃墟になった家は周囲辺の地価を下げますってなってる。これなんですよね。地価を下げるのはあんまり望ましくないから、早いことを。こういう状態ってあまり良くないですよね。人が足りない状態っていうのは。労働者が不足していますって言ってる。これなんだ、コンビニエンスストアか。でも
これ高速道路の横にここ置いて大丈夫なのかな。まあでも一応ここつなげてるけど、トンネル掘るんで、感じでなるべく平坦に道を作っとこう。だからもうここはトンネルですよね。するしかないっていう感じで、覚悟を決めます。だからストップして、なんかつながってる、あ、地下の道があるんだこれ。ってことはひょっとしたら、あーでも無理か、高さの限度があるからな。感じか。まあこれでも結構ここの坂はきついよな。まあでもこれ以上は下げられないよな、きっと。逆にこっちはこういうふうに上に上がっていくってことだろうな。なんかトラックが浮いてる。
じですね。で、こっちで、これ削除して、これ以上はいけないのか。多分これトンネル作らないとダメなんだ。こういう風にね、微妙に下が、下下がるようなことになりますが、ちなみに地下の上から見ると、まあでも山なってるからこれは潜る必要はあるだろうな。まあ多分こっちもそうなんですよね。こんな感じですね。あれ、なんで？いや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 。でもなんか、あんまり良くないな。接続してないってことになるし、あー、これそういうことか。ちゃんと下をくぐれましたね、これで。で、こんなのでお金使ってる場合じゃないんだ。まあ、とりあえずトンネルは作れたんで、よしとせにあかんよね。あと、そうだ、ここをつなげればいい。ぐらいまでかな。もうこうですね。で、再開となります。一応セーブだけはしとこう。これでもう、あの、住宅とか作って構わないじゃないの。一応
水の供給はどこも大丈夫だからな。で、まあここも当然トンネルをくぐることになるよね。あ、こうなってんのか。だからからもう合流してるんだ。そう、短いんですよね。あ、そうだ。とりあえず住宅メインで作っていく。あ、ダメだ。地下を潜らないとダメだな。あ、じゃあもう感じかな。で、水道は大丈夫なんで、どうするかですよね。あー、でも作った途端に破壊してしまうのはひどいよな。しつつあります。それはちょっと。で、小学校は今どうなってるかって言ったら、ここいつあるんか。足りないよね、間。じゃあここに立ててあげましょう。で、あと中学校は、中学校はここに1個あるから全然大丈夫だろう。
から、うん、これで OK。したかも。どんどん道を作ってあげましょう。あ、なんか悪いな。良かったのかな、これ。密度の問題って結構ありますからね。歩道橋へ、歩道橋経由で人が通っていきます。こうやって収入増えればいいんですけどね。どんどん立っていきますからね。開発も大事でも収支均衡も大事。難しいところです。でもどんどん建物がニョキニョキ立ってます。伸びしろニョキニョキ。公園って今どこにあったっけ？公園も大事ですね。これも大事だよな。でかいんだよな。これなんだ？大きい遊び場か。いいんですよ。あ、これ入らないんだ、この道幅だったら。道を先に作っちゃいましょう。だいたい都市計画でも
多分厳しい、これ以上作るのは多分無理だと思う、効率が悪い、隙間の埋め方として。ちっちゃい公園だよなこれ、大きな公園よりなんか面積がでかいんだな。なんで？あ、大きい遊び場かこれ。木のある公園はさすがにでかいですがね。見て、なんかまあいいことはいいんだけどな。やっぱり小さな遊び場だよな現実には。小さな遊び場とか木のある公園。してるんかな、例えば。あ、つながるんだ、ここ。なんか、例えばここでこれを3つ立てたとしたらちゃんと立ってくれるんかな。あ、あと埋まらない、しゃあないな。あ、なんか立て替えてさらにパワーアップするんだ。これってやっぱり接続できるのかな、わからん。接続できたらいいんですけどね。まだ足りるような気はするんだけどな。コミション上まだ大丈夫。病人は病人の方が多いのはちょっとやばいな。そこでだ。さすがにこれはやばい、ね、診療所あたりを立ててやらないといけないな。住宅予定地だからな、もう診療所とかその辺は立ってるんだろうな。だとするとここだな。赤のままだけど、いや病院立ってんだけど、なんで赤なの？あ、診療所か。この辺はもう住宅建ててないですね。
を、あの機能なんだっけ、あ、こういう広場も建てられるんだったな、そういう、これなんだっけ、木のある広場か、これもなかなかいいんじゃないかな。インターがあるからな、本当はあの工業地帯したいんだけどな、でも需要がな、工業地帯見えないしね、どんどん住宅地を建ててんだけど、問題は予算なんですよね。銀行残高がじりじりと減り始めて、一方人口が言うほど上がってないんだよな。まあでも将来的な投資として考えるしかないよね、これは。いやこれはやめ、一旦やめ、感じやな。ここから先どうやって建てるかっていうのも気にならない。でもここ、盆地になるんだ。ただその先は、あれ？なんで？銀行がない。ああ、そっか。地下を上げないとどうしようもないからな。地価がいまいち上がらないんだよなって思ってる。おかしいな、モノレールもちゃんと立ててやったのに。
ここも、もうトンネル作っといた方がいいと思う。こんな感じで、まあ、分かりやすいしな。あ、なんか引っかかってる車がある。やばいだと思った。こいつ駐車してんのかい。あんまり良くないな。あとこの辺のもったいないです。あの足りなさすぎるので、あ、でもまだ切ないな。なんかな。まあなんで延長できないんだ。道路作った時も決まってんのか。住宅があるからな。もはやここまで住宅作ってしまったのは失敗だったかもしれないね。美人工場オイルカンパニで、こっから先へ伸ばすとなると、どこへ伸ばすかだけどな。まあ、今はまだ考えなくていいか。あ、間違えた。間違えた。潰すとこ間違えてしまった。なんか水が足りない言われてる。と思ったら、水の延長しないといけなかった。ここら辺は。で、ここか。ここはまあ普通に十字路で。そうだろうな。
健康は微増なんだけど、一応ここまでは、工場地帯として作っとこう。工業地帯立たないよな、まあ、ほぼ需要がないんでこれ以上建ててもしゃあないし、ね、グローリーが走ってます。ピンクローリーが結構多いしな、でもバスも通るからな、渋滞がちょっと心配だな。あとこっちとこっちしかないんだけど、この辺ってみんな住宅地だからな。でもこれ問題だな、問題になりそうな感じがする。これなんだっけ、これか。あ、公園ってどのくらいあるの？あんまり公園がない。ちょっとこれは問題になりそうだろうな。
った公園がないわけじゃないんだよな。これ上がりすぎなんじゃない？感じかな。そう、住宅地がないんだよな。だから住宅地には公園がないから、そこがまあ問題だろうな。そういう公園って作れないのかな。ないんだよな。ドッグパークも含めてないからな。直していこう。ここだよな。人口が確かに人口は、うん、でも増えないんだよな、人口がな。ここら辺どうなんだろう。やばいよな、人口が増えてない。これ以上道路は作れないんじゃないかっていうところが来てる。
あとでね、廃墟を自動的に削除してくれるモッドっていうのもあるみたいだよな。オートマチック、ビルドーズっていうのがあるみたい。でも問題はこれってスチームなんだよな。なしでってできないのかな。遅延してるんだよな。ここで人口の動向が見られるのか。世帯数ってなんだ。老人の町ですね。まあでも若い人も少ないわけじゃないか。住宅が4で 3.5 か。工業と商業が。観光魅力度が 41%、 運賃増額と大企業を言うだけだな。まあ一気にやっぱりここ住宅を作ってっていうことですね。小学校ってどうなん。小学校そろそろ建てないとやばいかもね。
スだと立たないですね。あ、こういう風に埋まっちゃうんだよな。問題があるから、これ少しでも立ててやるか。あえてこっちは作らず、いやでもどうかな、層問題って解決するかな、このフェンスで。なんか鉄道模型のレイアウト作ってる感じだよな。こんな感じで。で、以降こんな感じかな。一応水が足りないってことはないという感じやけど、安心ができないよな。だいぶこっちも出来上がりましたね。どうなんだろう、これ通ってくれるのかな。この分からん、人口もそんな多くないし、まだ分からんもんな。みんな車使ってるしな。ダメっぽいかもしれない。なんか多分縦が足りない。まあ、
で、ここの開発はこれで終了ですね。この地区の開発は、でも人口増えないんだよな。人口増やすことが目的なのに人口が増えてくれない。ここから通ってくれるから、ちなみにバスは、バスここ全然走ってないんだ。じゃあバス走らせなきゃいけないんだな。バスを走らせる。ここも全然バス走ってくれないんだよな。ここは一通なんだな。かこっち側に行けばいいのか。あ、でもこうだろうな。ここからどうするかですよね。歩道なんや。もうどうやったらまあいいや、いいでしょう。で、難しいな。こっちは行けないんで、まあ、ここで、結構長いな。でまあ、バスを走らせます、まあ、まだ足りない部分もあるけどな。特にここら辺全然バス走ってないのは、幹線道にバス走ってないのはどうかなとは思ってしまうが、
初を見てみよう。まずバスを走らせてみました。これなんだ、あ、やばいやばい、これバス停が、バス停として止まってんだ。ちょっとさすがにこれやばいんで、バス停の場所が悪いよね。あと結構ここからここのバス停の長さが長いので、バス来たら、見せましょう。まだ来ないかな。なんかバス来ないですね。バス停の、あれかな、鉄道駅に入ってきます。駅あるんだけど、なかなか積んでくれないよな。ダメだな、なんか空荷が多すぎる鉄道路線。貨物駅になっちゃったや。今だ。止まった。止まったが空荷が本当に多いよな。しかも客全然まだ乗ってないし。ここら辺やっぱり商業地なので、その車が多いよな。しかし、こちら通りません。お、なんか結構人待ってます。あ、結構乗ってくれますね。
まあまあ乗り降りしますねが、乗らないんだあんまり意外で、トンネルをくぐって上がって、あ、どっちもなんかすごいな、この客の数が。右折しまして、この跨線橋を通りまして、鉄道を越える跨線橋を通って左へ、並木道がある道を通ります。おっと、ここはなかなか邪魔だな。さあ右折して、インターに向かう高架ですね。京都南インターを意識して、京都東かインターを意識して作ってみました。今まではずっと歩くとかしかなかったんですけど、これでこのバスでもっと遠くが視野に入るんで便利になったんじゃないかなと思いたい。まあ、問題はやっぱり資金ですよね。減ってるんですよね、手持ち資金が。微減してる。で、いろいろ住宅地建てていこうとするとまた減るし、難しいですね。ちょうどこの前にあの住宅地から来る道があるんで、そこからバスに乗ってくれるんじゃないかな。積み残してるしね。あ、すぐに。ビルがありますからね。国道からまあ、まっすぐだな。ここは人少ないな。降りる客はまあまあいる。結構まだま空いてるね道は。ここで左折して、お、まあまあ降りた。パトカーが通っております。おっと、バスもいる。左折にして、どの辺かな、ここで止まります。ちょっと降りてちょっと乗ったような感じですね。ゲームノンストップってなんだ。さらに右折ですね。もうすぐ一周かな。
います。なかなか人口増えないですね。13万2000人ぐらい行ったのにな。むしろ減ってる傾向にありますからね。出生率も多分少ないんだろうし、ね、ちょうど一周回ってきたところですね。貨物駅へ一人しか降りなかった。ちょっとここの貨物駅やばいですね。ちょっと存在意義が怪しくなってきている。でも通過していきますかね。つまりこの通過した列車ってどこに向かっているかっていうと、そう、今上がってきたけど、ここ人が足りないんですよね。一方で労働者来てくれないという悩みを持っている。バスはあるんですけどね。なんでっていう感じですよね。手術日作ってはいるんだろうな。傷ついた時は支えてくれる人がそう。
まあ、全然この辺をまだ作って伸ばしてないですからね、実は。病院は今どうなってる？全然ここ病院ないんだな。でもどうなんだろう、ここじゃないような感じがある。いや違うな、じゃあここで、いや破壊じゃなくて移動、移動でね、なんで下るんだ。なんで越えられないんだこの壁。
だからといって地下に潜るわけにはいかないしな。まあ潜ってもいいのか。しかないってことですよね。進めるにはこれでここから直線的に来るから、まあとはいえ結局高速乗らなきゃいけないから、人が足りない言われてるしね。こっち側がこっち側にもう住宅にしたの失敗、あ、住宅じゃない工業にしたのは結果的に失敗だったかもね。工業地帯長いしな、まあ、高速道路が近いから工業にしたんだけど、ちょっとやっぱり無理だ、無茶だったかなと思う。人が足りない言われてるし、あとバスってどうなってる、これ一応バス通ってはいるんだよな、通ってはいるんだけど、先のことも考えなあかんよな。
来るか嫌がられんのかな。とにかく住宅地しか需要がないね、今は。バンバン住宅建てる以外ないってことか。まさか、球場が焼け落ちてるってことないよな。ないな、大丈夫だな。勝ったり負けたりだから、そんなに悪くないような気はするけどな。はい、あ、もう大会近いやん。あと1ヶ月ぐらいか。あ、今回12月になってる。やりますね。見てみましょう。
でも出てきた出てきた。キックオン、キックオン。で、来ましたね。どこにいるんだ、ボールはどこだ。なんかボールが、あ、ゴールシュー、ゴールして人入ってません。満杯ですね、サッカー。金稼いでくれ金稼いでくれればモチベが上がるんですよね。もう地価がもう上がるんです。モチベが上がれば、元気がないばお金も入る。買ってくれ。ネオタイガーショットでも決めてくれ。あれ終わった、試合終了。いや違うな、まだだ。あ、ボールが結構リアルに作ってあるな、このサッカー。あ、セイダ、おっと逆に攻めていくが、これ止められて、でスコアって書いてないのか。さあ、お、盛り上がってる。ゴール前。ゴール前、おっとキーパーよく取った、飛びついて取りましたね。これゴール入った、わかりにくいな。あ、ゴール前。あ、逆に逆転のチャンス。同じ動きばっかりしてるような、まあ知らないか。そうだよね、同じ動きばっかりしてるような感じやな。ボール回してたまに戻って、なんかよくゴール入ってないのにボールが戻ってきて、で蹴りが始まってる感じがする。そうだよな、同じ動きを繰り返してるだけだよなこれ。
なんてすげえゲームだ。スプリングバレー FC が勝ったぞ。試合が終わった。帰っていきます。お、なんかもうみんな帰っていきますね。すごい人の列だ。バスを戻ってられない。車も大量に出てるから渋滞も発生してしまう。救急車も出られない。とんでもない状況だ。死者がいますかね、中には。なんだこれ、同じ形の車ばっかりやん。渋滞してますね。あとバスが消えた。どんどん車が出ていく。やばいな、霊柩車もいるやん。その中にはまだまだ出ていきます。この分客を運ばないとダメってことだよな。ようやく、渋滞が解消された。お金もちょっとだけ増えましたね。一応は、あ、さすがに。ここはもう開発終わったんで、今度は向こうか。今度はこっち側の開発に移るっていう感じですね。
そういうことだよな。水は、まだ足りるが、ちょっと下水道が不安になってきた。水は絶対全然あっても十分ですからね。一個作っときましょう。あ、増えてるな。そう、問題はここなんですよね。 1 パース、逆に減らそう。あとこれですよ、これはどこにあるのか。不満言ってるとこもありますからね。ここ余ってないか。なるほど。違うわ、これはこっちじゃなくてこうだ。あ、一応ゴミも足りるよな、今のとこ大丈夫。これか。そんな不満言うんだったら、住宅地か。炭酸なんだこれ。炭酸のスペースってどこだ。住宅だもんな。違いいね。これで OK。死者がまだ足り出てきてるよな。でもこれで霊柩車が出ていくんじゃないの。霊柩車5台だけか、火葬場は。
ここに入ってきた二人が遺体を回収しに行きます。遺体を回収しました。これでこのビルはからは遺体がなくなりました。結構やっぱり高い建物あるから近くにはやっぱり着くとかないといけないですね。でもまだ遺体ありますよ。地価が下がります。これをやり続けるともいる。あ、来ました来ました。回収していきます。なくなってる。あ、まあでもまだ不満は残ってますね。ここも作っとかないとダメっていう感じかな。遺体がいるとやっぱり下がっちゃうからな。霊柩車待ってると、病人ですね。連れて行ってんのは霊柩車じゃないよね。あ、なんか病人が入ってます。そうだよな。あ、今度こそ霊柩車が入ってで亡くなりましたね、遺体が。だいぶこれでこの地区はもう満足が上がりましたね。まあ、全然でもまだ足りないんだろうな。え、なんだ？木のある公園か。あ、でも
ワークが。なんかこっちしかダメなのか。警察がね、欲しいよね。警察ないし、消防署が全然ないから。消防本部をここに置いてあげましょう。坂が急な坂だな。サンフランシスコもびっくりっていう感じですね。ここに病院がある。これ病院だよな。病院ですね。病院もうほぼ満杯です。まあ、ひとまずは、ああ全然もう工業地の需要がない。人が全然足りないんだよな。5がそんな上がってない感じだな。できっちり赤字だからな。この辺は
どこの予算を削る必要があるのかがわからないけどな。でも、ここら辺なんか削れないもんね。13万2000人を回復しようとしてるな。あーでもないか。人口増えないですからね。ここなぁ。するとどうなる？支出がゼロになりますからね。13万2000人回復したけど、まだ行ったり来たりだからな。でここはもう全然あれだしな。需要がダメダメだし、
えてやってみるか。それでまあ変わるかもしれんしな、需要が。まあでも商業地吸い取られるんだろうな、こういうのは。需要も。人が足りないんですよね。これは ひとまず人口はまあ増えたな。資金はまあなかなか寂しいよな。
予算もだんだん増えてきてる。都市の価値、まあ横ばいだな今のところ。税収はまた上がりだしてるのはいい傾向だな。流入も増えてはいるが、出生はでもこうだからな。ここで逆転しちゃってるんだよな。出生と死亡が、死亡がガーンとここで高い時期がある。時々あるよな。雇用率は見た通り、金融とかかな。求人数、教育水準はまあこんなもんだろうな。学生はこんなもん、観光客は似たようなもんで、上がったり下がったりが結構多いな。幸福度はちょっとずつなんか下がってない。住宅地は上がってる、商業地は上がってる、産業区域はそんなに上がらない。おいしさまあ上がってはいるけどな。囚人は、増えてるね。輸入はまあこんなもんだろうな。輸出は全然ダメ。結構いいとこまで来たのにな、横ばいまで一時は。でまた全然輸出がダメになっちゃってっていう感じですね。ということで、ここら辺はほぼ属格作った分は住宅はけたんじゃないかな。この辺は商業地する予定なんで、商業地工業地する予定なんで使いませんが、昔は何もなかったところが結局結構な住宅地に育ってますね。
工業地帯が全然この辺ないからな。うちが政治で街が交際なんてか旧知なんて産地に行けば、いや一応産地で撮ってるんですけどね。まあでも全然人口足りないですよね。労働者不足は全然解消されてない。ここバスないですけど、今のところバスを設置してもいいかもしれないですね。そうしたらまた使ってくれるかもしれない。はい、ということで壊してばっかりですけど、いつまでもこうしてはいられないんで、50人かオードリーのは、まあ大学を誘致しましたからね。すごい埋まってるよね。まあひとまず次回は、こちら対岸、今回やった対岸の住宅地をと増やしていく流れになるかと思いますが、その一方で工業地も開けとかなきゃいけないかもしれないですね。この辺とか工業地にしてもいいかもしれないし、あまりでもこっちの方、平らな方を工業地にした方がいいかもしれないですね。
におすすめなのは、はい、ということで、ここまで見ていただいてありがとうございました。今回の配信、Twitch でお届けいたしました。Twitch アカウントフォロー、ぜひお願いいたします。Please my Twitch アカウントフォロー please。この動画のアーカイブを YouTube にアップロードいたします。6月2日21時ごろにプレミア公開予定です。ぜひ見てください。YouTube チャンネル登録、高評価お願いいたします。This live archive my YouTube チャンネル。This live archive my YouTube channel Premiere Live 2 days after upload my YouTube channel channel subscribed and good button please。そして、旧ツイッターである X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。 This Live Archive My YouTube Channel Two Days After My YouTube Channel Channel Subscribed and Good Button Pleaseシティーズスカイライン、ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。